はい、皆さんおはようございます。ミサトオーストリッチファームのコニタンです。4月の27日木曜日、今日も牧場の朝の見回りやっていきましょう。はい、まずはみんながね、お客さんが入る入り口を開けていきます。まあいつもの通りね、開けていくんですけど、たまにね、開けるの忘れちゃって、お客さんにね、なんか開いてないんだけどって言われちゃったりするんですよ。気をつけなきゃいけないです。はい、入ります。じゃじゃじゃん。はい、天気は良好、緑は最高、ただただ風は強いということで、そしてあの風の温度ひんやりしてます。はい、今日はともちゃんはお休みです。おにたんの一人会です。いいよね、別にね。はい、さあ回っていきましょう。挨拶しましょうね。おはようございます。はい、今日お卵発見。はい、卵ありましたね。卵取るんじゃねえぞみたいな感じでオスダチョウが座ってます。12、13、14番。はい、これの子は14番です。14番卵ゲット。覚えとけばいいや。よしよし、あ、出ます。はい、ケトラにビビってみんな逃げちゃいます。おはよう。はい、おはようね、びっくりしちゃったね。あー、何にビビったの。隣がね、工場なんでいろいろ音がするんですよね。だから多分今のはあのでかいトラックにビビったんだと思います。かわいそうに。時折ね、こっちの工場からバコーンだのね、音がね鳴り響く時があるんですね。でも基本的はね、このファームの中は物静かでのどかな環境なので、ダチョウたちは過ごしやすいんじゃないかなって思います。はい、今日はこっちには卵はないと。はい、真ん中の大金の方を見ていきましょう。さてさて、卵あるかな。はい、みんなおはよう。はい、だんだんとダチョウのパドックの中の雑草も青々と茂ってきました。さあ、夏に向けてどんどんこの雑草も伸びてきちゃうので、そうですね、そのうち伐採するような動画も撮れるんじゃないかなと思います。はい、卵は今のところないです。おっと、綺麗な羽が落っこってる。さあ、この綺麗な羽も拾っちゃうか。あ、そうそうそう、ダチョウの羽はね、高級なブドワーになるらしいですよ。
この美しい羽。ブドワーって言われて僕はね、最初わかんなかったんですけど、パソコンだとか、そこら辺の埃をね、除去するのに、ダチョウの羽はすごく適しているらしいですよ。なんか聞くところによると、高級ブドワーにダチョウの羽が使われているんだとか、いないとか。はい。はい、ヒナもすくすくと育っております。はい、どうですかね、ウミガメ目線での牧場の朝の、はい、どうでしょうか、のどかな風景が伝わっていればと思います。はい、こちらの新築というか改装中でございますヒナ舎、そのうち大きくというか使いやすく屋根のかかった状態で皆さんにそのうち公開されると思います。さて、メスの楽園に到着。最近僕らが回ってる時、メスの楽園に卵ないですよね。はい、おはよう。はい、メスの楽園と言いつつも一匹オスがいるハーレムな楽園です。はい、今日もここには卵なしということで、はい、最後は皆さんお待ちかねの今日のヒナタイムです。はい、ということで皆さん、今日のヒナは別動画でお送りしたいと思います。朝の牧場周り、ちょっと言い直そう、朝の牧場周り、朝の牧場見回り、4月の27日木曜日でした。皆さん、今日も一日頑張っていきましょう。はい、それではコニさんがお送りしました。バイバイ。